お母さん、また来たんですか？あんたに拒否権なんてないのよ。夫の四十九日が過ぎたというのに、義母は懲りずに私の家にやってきて、嫁いびりをしてきた。夫がいなくなっても嫁は嫁なのよ。あんたは一生私の奴隷。私がこき使ってやるわ。そう言って高笑いをする義母。勘違いをしているクズな義母に私はとある事実を告げてやった。私の名前はのぞみ、30歳の専業主婦だ。夫の正人とは結婚して3年になる。私たちはもともと会社の先輩後輩で、夫が私の2歳上だった。教育係として私に一生懸命仕事を教えてくれる彼にどんどん惹かれていき、私は思いを寄せるようになった。それからはしばらく仕事漬けの毎日で、なかなか恋愛に時間を割くことができなかったのだが、私が入社して3年が経ち、彼と2人でプロジェクトを進めるようになってから、一気に距離が縮まっていった。プロジェクト中も終わってからも2人で仕事後に飲みに行くようになり、そしてプライベートでもデートをするようになって交際がスタート。そして交際を始めてから2年が経った頃に、彼にプロポーズをされて結婚に至った。結婚を機に私は会社を寿退社して専業主婦になった。夫は仕事ができる人で、すでに課長になって給料も高かったし、私も専業主婦は一度経験をしてみたかったから仕事を辞めたのだ。新婚生活はとても幸せで、夫のために料理をしている時間も楽しかった。夫は私が作る料理をいつも美味しいと笑顔で食べてくれるので、とても作りがいがある。お弁当も毎日持たせているのだが、すごく美味しかったよ、と言って、空になった弁当箱を見せてくる。そんな夫がとても可愛らしくて、私は毎日腕によりをかけて料理を作っていた。休みの日はドライブに行ったりもしてデートも楽しんで、本当に幸せな日々を過ごしていた。だがそんな幸せな結婚生活にも悩みというのはあるもので、私にとってはそれは義母だった。のぞみさん、あなたどうして家に来ないの？え？普通、専業主婦だったら夫の実家に毎日でも顔を出して家事をするものでしょう。そんなの初めて聞いたんだけど。すみません。ですがお母さん、まだまだお元気ですよね。私は自分たちの家の家事を毎日するのに手一杯なので、毎日お母さんたちのところに顔を出すのは難しいです。私がそう言うと、義母はきっと私をにらみつけた。嫁のくせに口答えをする気。一体どういう教育を親から受けてきたのかしら。その言葉には私も腹が立った。親は関係ないと思いますけど、そもそもお母さん、今こうやって私と夫の家にアポなしで急にやってきましたよね。それってかなり常識がないと思うんですけど、一体どういう育てられ方をしたんですかね。私は実は結構気が強い方だ。だから義母に何か言われてもこうやって言い返していた。なんて生意気な嫁なの。あんたみたいなのが正人と結婚したなんて信じられないわ。信じられなくても結婚してますから。ああ言えばこういうのね。お母さんも。帰るわ。呼んでませんのでご自由にどうぞ。義母は私が毅然とした態度で言い返すので、悔しそうにしながら帰っていった。だがある日、義母は私を陥れるためにひどいことをしてきた。それはある正月に、義実家にて親戚の集まりがあった時のこと。私は義母に頼まれて、宴会の食事の準備を一緒にしていた。のぞみさん、最初に皆さんに出すお通し的なものを作ってちょうだい。わかりました。私はそう言われてお酒に合う酢の物を人数分用意した。その間に義母はメインの料理などを作っていく。私は酢の物を作り終えたので、他の料理の準備を手伝おうとしたのだが、義母は、
あとは出前や買ってきたものを一緒に出すだけだから、お父さんの方を手伝ってちょうだい、と私を台所から追い出した。あの義母のことだから私にたくさん料理を作らせて、自分は高みの見物みたいな構図を想像していたのだが、思いのほか私の負担が少なくて拍子抜けした。それからは義父と夫と一緒に義実家の掃除と宴会場の準備をして親戚たちを待った。全員が揃ったので、私は義母の指示のもと人数分のお酒をテーブルに並べていった。その間に義母が私の作った酢の物を出していく。まずはお通しとして酢の物を食べてちょうだい。これは嫁ののぞみさんが作ったのよ。義母がそう言い、親戚たちは、おう、そうかそうか。ありがとう、いただきます、と口々に言い、箸をつけた。だが次の瞬間、から、と親戚たちが言い出したのだ。なんだよこれ、辛いよ。え、私は一瞬何が起きたのかわからなかった。だが親戚の人たちはみんな口々に辛いと言って顔をしかめている。そんなはずは。私はそう言いながら自分の作った酢の物を一口食べる。すると親戚たちの言うようにとても辛かった。何かタバスコでもかけたかのような味だ。私はそんな味付けは一切していない。つまり犯人は義母だ。私が義母の方を見ると、義母はニヤニヤと笑っている。これは私たちのような年寄りには刺激が強すぎる味だな。ごめんよのぞみちゃん。下げてもらえるかな。親戚たちは次々と箸を置いて、辛さを消すためにビールをグビグビと飲んだ。うちの嫁が失敗してしまったみたいでごめんなさい。料理はあまり得意じゃないみたいで。勝ち誇った顔で親戚たちに言う義母。マサトがちゃんとしたものを食べさせてもらっているのか心配だわ。そうやって義母が言い、苦笑しながら親戚たちが夫を見る。だが夫はポカンとした様子で、のぞみはいつもとても美味しい料理を作ってくれているよ、と言った。これは確かに辛いけど、たまたま失敗しただけだと思う。普段作ってくれる料理は本当に美味しいから、俺はいつも飲みに行かずに帰ってるくらいだからね。夫がそうやってフォローしてくれたが、親戚たちは半信半疑といった感じだ。夫の味覚がおかしいのでは、と懐疑的に話を聞いている雰囲気の人もいた。私がここで義母にタバスコを入れただろうと言っても、嫁が姑にひどい難癖をつけてきたと親戚たちに思われてしまう可能性の方が高い。だから私はやられたまま我慢するしかなかった。きっと親戚たちの間で、私は料理が下手な嫁として認識されているはずだ。私はすごく悔しい気持ちで正月の集まりを終えた。義母のあの勝ち誇った顔は今思い出しても腹が立つ。それから義母はまた日中に家にやってきては、正月の時のことを笑ってきた。あなた本当に料理が下手なのね。お母さん、あれお母さんの仕業ですよね。何言ってるのよ。私が何か細工をしたっていう証拠でもあるの？証拠はありませんよ。でも確かに豆板醤の味がしたんです。豆板醤、やっぱりあなた料理下手なのね。あれはタバスコよ、味音痴さん。タバスコだったんですか、知らなかったです。そうそう、家にあったタバスコを30滴ほど。あ、今自白しましたよね、自分で入れたって。私がそう言うと義母は動揺したが、すぐに開き直った。うるさいわね。あんたに恥をかかせるためにやったのよ。でもおかげで大成功したわ。みんなあんたが料理のできないダメな嫁だって認識したものね。最低だ。いくら私のことが気に入らないからって、そんなことをわざわざやって親戚中に辛いものを食べさせたのだ。私は義母にとことん呆れてしまった。私はすぐにこのことを夫に報告をした。夫は大激怒し、義母に電話をした。母さん、
子供みたいなことをするなよ。嫁に言い返されたからって親戚を巻き込んで恥かかせようなんてありえないぞ。夫がものすごい剣幕で義母を怒鳴りつけたので、電話口の義母の声は震えていた。私は生意気な嫁にお灸を据えようと。のぞみは間違ったことなんて何もしてないだろ。話を聞く限りむしろ母さんの方がひどいと思うけどな。そんなあなたまでそんなことを言うの。これ以上のぞみを傷つけるようなことはしないでくれ。次に勝手に家に来たら親子の縁を切るからな。分かったからそんなこと言わないでよ。義母は夫から縁を切るとまで言われてかなり焦っていた。そしてそのおかげで嫁いびりをしに家に突撃してくることはなくなった。マサト、ありがとう。いや、こんなことになるまで気づいてあげられなくてごめんな。私の方こそ相談するのが遅くてごめんね。夫が何があっても私の味方だということが分かって嬉しかった。それからはとても平和で穏やかな日々を過ごした。義母が家に来ないだけでこんなにもストレスが減るなんて。だが再び夫と幸せな日々を過ごしていた私に、今度はとても悲しい出来事が起きた。夫が事故に遭ってしまい、命を落としてしまったのだ。あまりに突然のことで、私は感情が追いつかなかった。悲しみに暮れ、葬儀の時の記憶も全くなかった。夫が亡くなったという現実を受け入れることができなかった。ようやく気持ちが落ち着き始めたのは四十九日を過ぎたあたりのこと。夫を失った悲しさや寂しさで時々胸が締め付けられる思いはあったが、それでも日常生活を送れるようにはなっていた。だがその時にまた義母が私の人生に絡んできた。ちょっとのぞみさん、あんたどこをほっつき歩いていたのよ。お母さん、どうしてここに。なんと義母が私の住むマンションの前で待ち構えていたのだ。仏壇に手を合わせに来たのよ。それなのにあんたはこんな夜まで何をしてたの。仕事をしてたんですよ。はあ、仕事。あなたもうマサトのことなど忘れて日常生活を送っているの。そりゃ仕事をして生活費を稼がないといけませんし。やっぱりマサトのこと愛してなかったのね。はい。マサトが優秀でお金を稼いでくるから結婚したんでしょ。何言ってるんですか。私はマサトのことを愛していますし、今だって最愛の夫を亡くして悲しいんですよ。だったら四十九日が過ぎた程度で仕事をするわけないでしょ。どういう理屈ですか。いい加減にしてくださいよ。うるさいわね。とにかく家に入れなさいよ。どうして家に入れなきゃいけないんですか。あなた実の母親に仏壇に手を合わせさせないつもり。それは義母を家に入れるのは嫌だったが、さすがにそれは酷だなと思い、私は仕方なく義母を家に入れた。仏壇に備えるご飯は帰ってから用意するところだったんですよ。そうやって嘘つかないでちょうだい。どうせ何にもしないで放置してたんでしょ。そんなことありませんから。ちゃんと新しいのを定期的に用意してるんですよ。どうだかね。私は義母を家に入れたことをすぐに後悔した。ひたすらに私のことを罵倒してくる義母。相変わらずのひどさに辟易する。あんたやっぱり料理下手ね。ちょっとお母さん、いつまでいるんですか。私は姑よ。別に長居したっていいじゃない。いや、でもマサトが亡くなったからって関係が切れるなんて思わないでちょうだい。そう言って義母は勝ち誇った顔をした。じゃあまた来るから。ちょっと、またってどういうことだろうか。なんで義母がこの家に何度も来る必要があるのだろうか。私はものすごく不安になった。
ただでさえ精神的にまだ万全ではないのに、ここで義母という大きなストレスが加わるのはかなりきつい。そして案の定、義母は翌日もやってきた。お母さん、また来たんですか？あんたに拒否権なんてないのよ。さっさと家の中に入れなさい。私はさすがにここは自分の身を守らなければと思い、義母のことを家の中には入れなかった。ちょっとあんた、家に入れなさいよ。義母はドアを何度もノックしてきたが、私は無視をした。やがてノックの音は鳴らなくなり、どうやら諦めたようだった。だが今度は休日の日中に何度もインターホンを押してくるようになった。その度に家の中でインターホンが鳴り響き、本当にうるさい。しかも宅配便の人とかが来ることもあるから、いちいち誰なのか確認をしなければいけないのだ。また宅配便の人を入れると、義母は一緒になってマンション内に入ってくる。そして、私は身内だからね、と言って、私が宅配の受け取りのサインをしている間に、勝手に部屋の中に入ってくるのだ。ちょっとお母さん、勝手に部屋に侵入しないでくださいよ。だから身内だからいいでしょ。夫がいなくなっても嫁は嫁なのよ。あんたは一生私の奴隷。私がこき使ってやるわ。そう言って高笑いをする義母。それよりもお父さんの世話はいいんですか？あんな死に損ない、別に少しくらい世話をサボったって問題ないでしょ。ひどい。実は義父は1年ほど前から足腰を悪くしてしまい、介護が必要な状態になっている。義母が介護をしているという話だったが、こうやって私の家に何度もやってくることを考えると、介護は全くされていないのではないかと心配になる。いや、とにもかくにも義母が何度もこの家にやってくるのを阻止しないと。何かいい方法はないだろうか。そこで私は弁護士の友人に聞いてみることにした。するとある方法を教えてくれた。それならば義母につきまとわれる心配はなさそうだ。そして義母は懲りずにまたやってきた。のぞみさん、また来たわよ。さっさと家に入れて、コーヒーとお菓子でも用意してちょうだい。インターホン越しにニヤニヤしながらそう言ってくる義母。家にはもう入れませんよ。もうあなたとは他人なので。はあ、何を言ってるのよ。前も言ったでしょ。夫が死んでも嫁は嫁。つまり私たちは家族なのよ。勘違いをしているクズな義母に、私はとある事実を告げてやった。残念ですが、もう私は正人さんとは夫婦ではありませんよ。え、そんなわけないでしょ。離婚はできないんだから夫婦のままよ。姻族関係終了届というものを知ってますか？まあ知らないですよね。姻族関係終了届は、配偶者の死後に配偶者と離婚をして、姻族、つまり私にとってはお母さんやお父さんとの関係を法的に断つというものです。私はその届出を出したので、もうあなたとは赤の他人なんですよ。はあ？そんなの認めないわよ。第一、そんなもの勝手に提出できないでしょ。いえ、私の意思さえあれば提出できます。お母さんが認めるとか認めないとか関係ないんですよ。つまり私は身内だからと、仕方なく家にあなたを入れる義理はないんです。ふざけないで。いいから入れなさいよ。諦めて帰ってください。これ以上居座るというのなら警察を呼びますよ。警察。元義母は警察という言葉に反応をした。そりゃそうでしょう。赤の他人がしつこくインターホンを押してきているんですから、ストーカーだと思われても仕方ないですよね。誰がストーカーよ。じゃあもう帰ってください。10秒以内に帰らなかったら警察呼びますよ。10、9、8。ちょっと待って。帰るから。
義母はそう言って慌てて入り口のドアを開けてマンションのエントランスから出て行った。どうやら警察というワードがかなり効いたようだ。だが私の義母への制裁や仕返しは終わらない。実は私は義母が何度も頻繁にやってきていた時のやり取りを録音していた。そこには義母が義父のことを死に損ないといった音声が入っている。さらに使う機会がないだろうと思っていたのだが、義母が親戚の集まりで酢の物にタバスコを入れたことを自白している音声も残っている。それを私は義父にデータを送ったのだ。義父は足腰は悪いもののパソコンは使えるので、部屋でメールをしたり音楽や動画を再生したりすることはしているのだ。私が音声データを送ると義父は早速聞いてくれたようで、すぐに電話をくれた。今まで家内がすまなかった。あとは任せてくれ。それと姻族関係終了届を出したそうだが、正しい判断だと思う。私もあのバカな女と夫婦の関係を終わらせてくるよ。義父はそう言って笑い電話を切った。その後義母は義父に大激怒され、そして離婚届を突きつけられたそうだ。義母は私が義父に送った音声データを聞いて顔面蒼白状態になっていたらしい。そして離婚を切り出されると捨てないでくれと泣いて懇願したそうだ。そうやって懇願するなら初めから義父のことを悪く言わなければいいのにと思ってしまうが、頭の悪い人はそういうこともわからないのだろう。そして義父は義母を追い出し、さらには親戚たちにあの時の酢の物のことの誤解を解いてくれたそうだ。義父は義母と離婚した後、家を売って介護施設に入った。私は義父には本当に優しくしてもらっていたので、定期的に施設に顔を出して近況報告をしている。義父は私が顔を見せに来るのが嬉しいようだ。そして家で義母と暮らしていたよりも、施設の方が身の世話をちゃんとしてくれるそうで、体の調子も前よりいいそうだ。ちなみに元義母についてだが、義父に追い出され、さらには親戚たちからも、嫁いびりのために自分たちに辛いものを食べさせるなんて最低だと罵られ、誰も頼れる人がいない状態で、現在はパートをしながら貧しくて孤独な生活を送っているらしい。すべて自業自得だし、本当にいい気味だ。一方、私は前に働いていた会社でまた働かせてもらっていて、最近は大きなプロジェクトにも参加できるようになった。夫と働いていた頃のことを思い出しながら、私は一生懸命仕事に打ち込んでいる。しばらくはこのまま仕事漬けの日々を過ごしていきながら、少しずつ夫がいない生活に慣れていこうと思う。この家と土地は、長男の息子であるうちの子が相続するわ。だからあんたは葬儀が終わったら、さっさと出て行ってちょうだい。そう言って勝ち誇った顔をする兄嫁。私は目を丸くしながら兄嫁を見るしかなかった。すると兄嫁の発言を聞いていた親戚一同が大爆笑をした。兄嫁はなぜ自分が笑われているのかわからず動揺し始めた。なんで私が笑われているのよ。そこへ兄が慌てた様子でこちらに駆け寄ってきた。おい、ゆか、お前何言ってんだ。何よ。だって私は本当のことを言っただけでしょ。この実家はな。私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。現在は父と二人で一緒に暮らしている。私には兄と母がいたのだが、母は私と兄がまだ中学生の頃に病気で亡くなってしまった。それからは3人で暮らしていたが、兄は大学を卒業して就職してから家を出ている。私は父を一人にしたくないので、社会人になってからも一緒に暮らしている。父は私と兄がまだ子供の頃は転職して夕方に帰れる仕事に切り替えていた。そして家事をやったり料理を作ってくれたりしていた。最初はカレーとか簡単なものがずっと続いて飽きたりもしたけど、
だんだん料理を覚えていって、私や兄が高校生になってからはお弁当まで作ってくれるほどになっていた。私はそうやって一生懸命に私たちを育ててくれた父に恩返しをしたくて、勉強を頑張って大学受験を頑張った。そして難関大学に合格。そのおかげで大手企業に就職することができた。のぞみは本当に努力家だよな。父さんも鼻が高いよ。何言ってるの。これからお父さんに恩返しをするんだから。感謝するのはまだ取っておいて。それからは私は仕事をしながら家事を手伝ったり、父のためにお弁当を作ってあげたりもした。父も私が就職してからは仕事に集中していたので、少しでも家での負担を減らしてあげたかったのだ。そうして私と父はお互いを支え合いながら楽しく日々を過ごしていた。兄は仕事の関係で遠くに住んでいたからなかなか帰ってこれなかったけど、盆や正月の時は帰省して楽しい時間を過ごした。その後、兄はゆかという女性と結婚。私も父も兄にいい人ができてとても嬉しかった。兄嫁は愛想が良くて、父のことも大事にしてくれた。兄と一緒に実家に来てくれた時は、率先して料理を作ってくれたりもして、本当にいい人だなと思ったほどだ。そんな風に家族仲良くしていたのだが、悲しい出来事は突然やってくる。ある日、私が仕事から帰ってくると父が倒れていた。お父さん。私はすぐに救急車を呼び、父は病院に運ばれた。医師の診断によると、脳梗塞だとのこと。父はそれから数時間後に目を覚ましたが、入院が必要とのことだ。兄夫婦も仕事を早退してわざわざ遠方から駆けつけてくれた。父さん、大丈夫か？ああ。二人とも来てくれてありがとう。お父さん、目を覚ましてくれてよかった。倒れたと聞いた時はどうしようかと思いました。兄嫁はそんな風に言ってくれて、本当に父のことを大事にしてくれていると感じた。それから話は父が退院してからの話に。父はもう高齢で定年を迎えた後にアルバイトとして時短で働いていた状態だった。退院後は介護が必要な状態なので、仕事は続けることはできず家にいることになる。私は仕事が忙しいので、日中に父の介護をすることはできない。そのため私はヘルパーさんを雇うことにしたのだが、兄嫁がある提案をしてきた。よかったら私が介護をしますよ。え？私、結婚するまでは介護職の仕事をしてましたし、身内が介護してくれる方がお父さんも安心ですし。嬉しい申し出だったが、兄夫婦は遠方に住んでいる。移動だけでも片道、車で3時間はかかるので、かなり大変だろう。わざわざ介護のために来てもらうのは申し訳ないですよ。すると兄が口を開いた。ゆかがそうやって言ってくれるなら、俺、転職してもいいよ。え？そして実家の近くに住んで、ゆかが介護に行きやすいようにすれば問題ないだろう。いいの。私がそのように聞くと、兄夫婦は笑顔でもちろんと言ってくれた。だから私は二人の言葉に甘えさせてもらうことに。それからは日中に兄嫁が家に来て父の介護をしてくれるようになった。最初は問題なく生活ができていた。しかし、だんだんと兄嫁の態度が変わっていった。まず私が仕事から帰ると兄嫁はまるで自分の家のようにくつろいでいるのだ。あ、のぞみさんお帰り。お姉さん。今日も父の介護ありがとうございます。いいのよ、気にしなくて。兄嫁はソファーで寝転がってテレビを見ながらそのように答える。あの、父は？ああ、部屋で寝てるわよ。そうですか。晩ご飯は食べさせたんですか？ええ、まあ適当に。適当って、
ちゃんと栄養のあるものを食べさせたのだろうか。お姉さん、あとは私がやっておきますので、もう帰っていいですよ。え、ああ、でもこの番組見終わってから帰るわ。そう言って兄嫁は冷蔵庫を開けて勝手に缶ビールを取り出して、棚からつまみを出してまたソファーに戻る。いくら介護をやってくれていると言っても、家の中にあるものは私が買ってきている。それを自分のもののように勝手に飲み食いされるのはなんか嫌な気分になる。しかも私は介護をやってくれるお礼として毎月2万円ほど兄嫁に渡しているのだ。兄からはわざわざお金なんて渡さなくていいと言われたのだが、私はお願いするからにはちゃんと対価を支払わないとと言って渡していた。だが今の兄嫁は正直言って、その対価に見合った働きをしているとは言えない。そしてそれから数ヶ月が経ったのだが、兄嫁が来るたびに家が汚くなっていって、私はうんざりしていた。家事については別にしなくていいとは言ったが、好き勝手使って汚していいとも言っていない。だが兄嫁は何やら出前を取っていたり、カップ麺とか酒とかをコンビニで買ってそのゴミをそのままにしている。冷蔵庫にある食材を勝手に使ったりして、私が家に帰ると作れるものがないということもたびたびあった。しかもそれに加えて兄嫁は驚きの発言をしてきた。平日毎日介護に来て2万円って相当少ない気がするのよね。だって毎週5000円でしょ。マジで労働力と見合ってないでしょ。私だって兄嫁がもっと懸命に介護をしてくれるならもっと多く払ってもいい気になる。だが父と話していると、父は多くは語らないがあまりちゃんと介護を受けていないようなのだ。父が本当に辛くて誰かの助けが必要な時だけ仕方なく兄嫁は介護をしているようなのだ。それ以外はずっと今でダラダラとテレビを見ながら飲み食いをしているらしい。そんな中でもっとお金が欲しいなんて言われたので、私はつい反論してしまった。お姉さんがもっとちゃんと介護をしてくれるなら私も考えますけど、全然介護してないじゃないですか。それにお姉さん、勝手に私が買ってきている食材使ってますよね。しかもずっとテレビつけっぱなしだし、最近は寒くなってきてるから暖房も勝手に使ってますよね。普段だったらそんなに光熱費がかからないのに、お姉さんが来てからものすごい高くなってるんですよ。これならむしろ私がお金をいただきたいくらいです。私がそう言うと兄嫁は目を見開いて怒り出した。何よ。私がいなかったらあんたは安心して仕事に行けないでしょ。それだけでかなりの価値があるんだから、それくらいのことは許しなさいよ。理不尽な物言いをしてくる兄嫁。まさかこんな風に怒ってくるとは思わなかった。結婚当初に見せた優しさはもしかして演技だったのか。兄嫁の本性はこっちなのか。そんな風に思ってしまった。一度疑ってしまうと、もう安心して家や父を任せることはできない。わかりました。それじゃあ介護はもう頼みません。ヘルパーを雇うことにします。ちょっと待ってよ。なんでそうなるのよ。もうお姉さんを信用することができないので。とりあえず今日のところは帰ってください。兄嫁はずっとワーギャー言っていたが、最終的には帰っていった。だがそれから1時間ほど経ってから、兄から電話が来た。もしもし、のぞみか。ゆかから聞いたぞ。一生懸命に介護を頑張っていたのに、いきなりもう来なくていいって言われたって。一体どういうことなんだ。一方的に来なくていいって言われて、ゆかのやつショックで部屋にこもって寝込んでるぞ。やっぱり兄嫁は自分の都合のいいように事実をねじ曲げて兄に伝えていたか。私は兄に今まで兄嫁がちゃんと介護をせずに家で好き勝手していたことを伝えた。そんな、まさかゆかがそんなことするはずないだろう。兄はにわかには信じがたいと言った様子だった。
じゃあ今から写真送るから。私は兄嫁が帰って行った後の家の様子をよく写真に残していた。何かあった時の証拠にするためだ。そこには食卓にそのままになっているカップ麺の食べ終わったゴミやシンクの食器、今のテーブルに置きっぱなしのビールの空き缶などが写っている。私がジャンキーなものを食べないことは兄も知っているので、これが兄嫁が食べたものだということはすぐに分かったようだ。そして兄嫁が介護に来てからの光熱費の変化なども伝えると兄は絶句していた。そんな。私は兄にも兄嫁にも介護に来ないでほしいということを伝えた。兄は了承してくれて、兄嫁が持っている鍵も取り上げると言ってくれた。兄嫁はかなり反発したそうだが、兄が何とか説得してくれたようだ。それからはヘルパーさんを呼んで日中の介護を頼み、夜は私が介護をした。だが数ヶ月後、父の容態が急変し再び病院へ。数日間入院したが回復せずに息を引き取った。私も兄も病室にいたので父の最後に立ち会うことができたのは良かったと思う。だが深い悲しみを味わったことは間違いなく、私はしばらく泣いていた。そして兄と一緒に葬儀の準備をして、翌日はお通夜、その次の日には葬儀が行われた。私が介護を断ってからというもの、兄嫁は愛想を振りまくこともなくなり、父の葬儀についても全く手伝わなかった。身内なのにまるでただの参列者という感じで暇そうに座っていた。法要が終わり、私は兄や親戚たちと一緒に片付けを始める。もちろん兄嫁はそれを手伝うこともない。兄が少しくらい手伝えと言っても、私は別に家族じゃないし、などと悪態をついてくる始末。兄はため息をついて私にすまないと謝ってきた。私もすでに兄嫁には期待していなかったので、気にせずに片付けを進めた。そしてやっと片付けも終わりそうだという時、兄嫁がいきなり私のもとにやってきたのだ。一体何だろうと思いながら身構えていると、兄嫁は驚きの発言をしだした。この家と土地は長男の息子であるうちの子が相続するわ。だからあんたは葬儀が終わったらさっさと出て行ってちょうだい。そう言って勝ち誇った顔をする兄嫁。私は目を丸くしながら兄嫁を見るしかなかった。すると兄嫁の発言を聞いていた親戚一同が大爆笑をした。兄嫁はなぜ自分が笑われているのかわからず動揺し始めた。なんで私が笑われているのよ。そこへ兄が慌てた様子でこちらに駆け寄ってきた。おい、ゆか、お前何言ってんだ。何よ。だって私は本当のことを言っただけでしょ。この実家はな、のぞみが所有してる家と土地なんだよ。実はこの家は私が父と暮らすために社会人になってから買った家なのだ。転職して自分の勤務時間を減らしてまで私たちを育ててくれた父にいい生活を送ってほしいために、私は大手企業に入ると同時に株の勉強もして投資を行っていた。そのおかげで数年前に広くて綺麗な一軒家を購入することができたのだ。このことについては父は何度も親戚の人たちに嬉しそうに話していたので、親戚のみんなも知っている。そしてこれは兄がゆかさんと結婚する前のことだから、彼女は知らなかったのだろう。事実を知り、ゆかさんは顔を青くしていた。そんな、私はあの家が自分のものになると思ったから。思ったから何ですか。思ったからやりたくもない父の介護を引き受けたとでも。それにしては随分とサボっていたようですが、父もつらかったでしょうね。自分じゃできないことを頼みたくていくら大声を出しても、居間でテレビに夢中になっているお姉さんには聞こえなかったんですから。私がそう言うと親戚の人たちが一斉に兄嫁をにらみつけた。
みんな父のことを慕っていたので、そんな父を雑に扱う兄嫁が許せなかったのだ。そしてたじろぐ兄嫁に兄はこう言った。もう限界だ。お前は結局あの家が欲しくて父や妹に優しくしていただけなんだな。そんな風にがめついやつとはもう結婚生活を続けることはできない。離婚しよう。離婚。兄嫁はいきなり兄から別れを切り出されてひどく動揺していた。そんな、困るよ。私専業主婦だし。知らないよ。まだ若いんだからバイトでも何でもして一人で生きろ。そしてお前はもう赤の他人だ。さっさとここから出て行け。兄がそのように叫ぶと兄嫁はひっと声を上げて逃げていった。まあずっと親戚たちから睨まれていたからそれも怖かったのだろう。こうして父の葬儀は無事に終わり、さらには兄嫁という厄介者を追い払うこともできた。その後、兄と兄嫁は無事に離婚が成立。兄嫁は最後まで渋っていたらしいが、兄が裁判まで行ってもいいと言うと、兄嫁は慌てて離婚届にサインをした。金がない状態で裁判をするのは得策じゃないと判断したのだろう。その後、兄嫁は今回の件について知ったご両親にこっぴどく叱られ、実家である田舎の農家に連れ戻されたそうだ。現在は朝から晩まで農家で働かされ、そしてそこでの収入のほとんどはご両親からの謝罪として兄にお金が支払われているらしい。兄は別にいらないと言ったが、ご両親からご迷惑をかけた慰謝料として数百万ほど支払いたいと申し出があったらしい。まあ結果的に兄嫁が苦しい思いをしているので、兄もそれならと受け取ることにしたそうだ。兄嫁は毎日死にそうな顔で農作業をしているらしく、その話を聞いてざまあみろと思った。一方、私は相変わらず仕事を頑張り、今年昇進した。上がった分の給料は、すべて投資に回して老後の資金を貯めているところだ。父を失ったことは悲しいが、亡くなっている両親の分も、私は楽しく毎日を生きていこうと思う。夫は近くに義両親がいるなんて思いもせずに、私をいつものように罵倒した。冷めてる飯なんてありえないからさっさと帰ってきて作り直せ。この役立たずの主婦が。一番偉い俺に文句言うなよ。お前は俺に捨てられたら行き場所もない女なんだからな。そのようにひどい発言を繰り返す夫。それに我慢できなかった義父が口を開いた。のぞみさん、息子のことは捨てていいよ。私の名前はのぞみ、32歳の主婦だ。夫の正人とは結婚して3年になる。私たちは合コンで知り合い、夫の方からアプローチをしてくれて付き合うようになった。明るくて引っ張っていってくれる彼に男らしさを感じて、私はどんどん彼に惹かれていった。そして交際を始めて2年が経ってから夫にプロポーズをされて結婚。結婚と同時に私が妊娠していることが判明し、私たちは幸せいっぱいだった。俺、のぞみとお腹の子のために頑張るからさ。のぞみはこの家をしっかり守ってくれないか。夫がそう言ったので、私は了承して会社を退職して専業主婦となった。この人なら私たちを引っ張っていってくれる。そう思っていた。夫は一般企業に勤める会社員で、給料も年齢相応の額をもらっている。だから私が専業主婦になっても普通に暮らしていくことはできるだろう。むしろ子育てと家事に集中して幸せな家庭を築くのはとても楽しいだろうなと思った。しかし、そんな期待はすぐに裏切られることになる。それは結婚して3ヶ月ほど経った時のこと。私はその日は妊娠の影響で体調が悪かった。そのため晩ご飯を先に作って食卓に置いておいた。いつもは夫が帰ってくる時間に合わせて作っているのだが、
多分このままじゃ一緒に食べてたら具合がさらに悪くなると思ったので、先に作って自分で温めてもらおうと思ったのだ。そうして書き置きをして、私はベッドで横になっていた。もちろん書き置きには出来たてが作れなかったことの謝罪文も載せていた。しかし夫は帰宅してその書き置きを見た後、寝室のドアを開けて大声で怒鳴り出したのだ。おい、起きろ。なんだよこれ。私はその怒声にびっくりして飛び起きた。一体何？どうしたの？何かトラブルでも起きたのかと思い、私はそう聞いた。すると夫は鬼の形相で私のことを見ている。専業主婦なのに家事をサボるなんてどういうつもりだ。とぼけるな。食卓に出来たてじゃない料理が並べられているなんてありえないぞ。あ、それはごめん。書き置きの通り、ちょっと体調が悪くて。言い訳はいらない。俺はこの家を支える稼ぎ頭なんだぞ。さっさと出来たての料理を作れ。じゃないだろう。早くしろ。夫がものすごい剣幕で怒ったので、私はびっくりしてしまった。このままあまり刺激しない方がいいと思い、私は言われるがままに起きて夫の晩ご飯を作った。出来たての料理が出てきて夫は満足そうにしている。最初に作った方の晩ご飯は私の翌日の朝ご飯と昼ご飯となった。この時初めて夫が怒ったのを見たので本当にびっくりしたが、それからというもの、少しずつ夫は本性を出し始めた。今日カレーかよ。だってあなたカレー好きだし、一昨日くらいにカレー食べたいって言ってたじゃん。昼にカレー食ったんだよ。なんで夜も同じもの食わないといけないんだよ。作り直せ。こんな風に夫は自分の思うがままに私を動かそうとしてくる。要するに彼は亭主関白なのだ。自分から積極的に引っ張っていってくれると思っていた部分は、ただの自己中心だったというわけだ。私はまさか夫がこんな性格だったなんてとショックだった。結婚してさらに子供ができてから知るのはかなり辛い。それでも一応私が結婚をしたいと思って結婚した相手だし、できる限り向き合おうと思った。まずは言われっぱなしではなく、自分もちゃんと意見を言おう。そう思い、私は夫に対して自分の意思を伝えた。晩ご飯とメニューが被るのが嫌だったら、今日お昼に何を食べたか教えてほしいわ。そうすれば被らないように作ることができるから。だが私がこのように言うと夫は目を見開いて怒った。はあ？なんで俺がそんな面倒くさいことしないといけないんだよ。普通は専業主婦のお前が先回りで考えて被らないようにするものだろう。そんなエスパーみたいなことできるわけないだろう。心の中で突っ込むが、夫は意見を言われたことにかなり腹が立っているようだ。俺の家ではな、亭主というのが常に一番だったんだ。母さんは一歩引いて父さんを立てていた。だからお前も同じように亭主である俺を立てろ。俺の言うことは絶対だ。主婦なんだからちゃんとやれ。そのように言う夫、この人とまともな会話をするのは無理だなと思った。でもまさか義両親もそういう夫婦関係だったなんて。両家の挨拶の時とか義実家に遊びに行った時とかは、私には普通に仲のいい夫婦のように見えていたのだが、夫に対して幻滅しながらも出産を間近に控えていたので、私は離婚までは考えていなかった。そしてできる限り夫を刺激しないようにしようと、夫が怒るポイントを抑えてその点を気をつけるようにした。きっとこの時はまだ子供が生まれれば夫も変わってくれるという期待があったのだと思う。その後、無事に子供が生まれた。元気な男の子だ。夫は、おお、キャッチボールができるじゃないか。楽しみだな。
と言って喜んでいた。これなら子供のことはちゃんと愛してくれそうだな。夫としては亭主関白で面倒くさくてもいい父親でいてくれるなら問題はない。そう思っていたのだが、あなた今日も帰ってくるのが遅いわね。仕方ないだろ、残業なんだから。俺の金で飯を食わせてもらっているくせに文句を言ってくるんじゃねえ。そうやって怒鳴る夫だが、夫のスーツは異様にタバコ臭い。家では吸わない人なのだが、職場にたくさん吸う人がいるのかな。しかし今まではそのような違和感を感じたことがなかったので、つい最近になってからやたらとタバコの匂いがするようになって、おかしいなと思っていた。そして休日にも夫はよく出かけるようになった。何でも友達に遊びに誘われているらしい。子供が生まれたばかりだから、せめて子供の世話を手伝ってほしいと思うのだが、まあ亭主関白である夫にはそんなことは頼めないだろう。私は毎日一人で子育てをしながら家事をするという生活をしていた。そんな中、ある日通帳を記帳した時に夫婦の共有口座が少し減っているのを確認。私はつい先日に残高を確認したばっかりだったので減っていることが分かったのだ。自分では下ろした記憶がないのだが、数日前に数万円が下ろされている。もしかして夫が。私はなんとなく嫌な予感がした。そのため仕事から帰ってきた夫に聞くことに。ねえ、この共有口座からお金下ろした。すると夫は、ああ使ったよと悪びれた様子もなく言った。え、何に。母さんたちの仕送りだよ。え、仕送り。いきなりそんなことを言われて私はびっくりした。仕送りだなんて話聞いていない。俺は長男だからな、やっぱり親に仕送りをして親孝行をするものだろう。なんでそんな大事なことを教えてくれなかったの。はあ、俺は一家の大黒柱だぞ。俺が金を稼いでるんだから何に使おうと勝手だろ。それともお前は俺の親孝行を邪魔するのか。いや、そういうわけじゃないけど。じゃあいいだろ、文句言うな。夫はそう言って無理やり義両親への仕送りを定期的に行うことを決めてしまった。これから子供も大きくなって貯金をしなければいけないのに。私は自分が何とかしないといけないと思い、早速動き出した。それからも夫の亭主関白なモラハラ発言は相変わらずで、また最近は深夜に帰ってくることも多くなっていった。その度に私は叩き起こされて、腹が減ったから何か作れと怒られる。子供はすくすくと成長してきているとはいえ、まだ3歳だ。子育てと家事と家計のやりくりで忙しいのに、モラハラが相変わらずなので、精神的にかなりきつくもなっていた。そんな時、私はある日、夫のスーツをクリーニングに出そうと思い、ポケットの中にティッシュなどが入っていないか確認をした。するとコロンと何やら玉が出てきた。これって、それはパチンコ玉だった。私はとても嫌な予感がした。1、2年ほど前から急に帰りが遅くなることが増え、その度にタバコ臭さがひどかったこと。そして共有口座からお金が減り、それを義実家への仕送りだと夫が言ったこと。もしかしたら夫はずっと、このパチンコのためにお金を使っていたのではないのか。私はいても立ってもいられなくなり、息子を連れて義実家を訪ねた。義両親は私のことを怒りもせずに出迎えてくれて、家の中に入れてくれた。お父さん、お母さんすいません。いきなり来てしまって。電話で切羽詰まったように尋ねていいかと聞かれた時はびっくりしたけど、一体どうしたの？実は、私は恐る恐る仕送りのことを聞いてみた。すると義両親はとても驚いた顔をしている。
あの子が本当に仕送りのためだなんて言ったの？私たちはそんなの一銭ももらってないぞ。やっぱり義両親が否定したので私は頭を抱えた。すると義父が目を丸くして聞いてきた。やっぱりとはどういうことだい？何か心当たりがあるというのかい？私はこの際だからすべて話そうとパチンコ玉を見せて夫のことを話した。義両親は口を開けて唖然としていた。まさかあの子が嘘でしょ？モラハラにギャンブル狂だったってことか。まだ全部のお金をギャンブルに使っていたのかは分かりませんが、モラハラなのは事実です。義両親は私に頭を下げて謝ってくれた。のぞみさん、本当にバカな息子がすまない。ちゃんと私たちが言って聞かせるから。義両親がそう言ってくれて私は少し救われた気がした。彼らにまで敵意を示されたら本当に居場所がなくなる。するとちょうど夫から電話が鳴った。義両親と長く真剣に話をしていたから気づかなかったが、時刻はすでに0時を回るところだった。私はスピーカー状態にして通話ボタンを押した。すると通話状態になった途端に夫の怒声が響き渡った。おい、お前どこにいんだよ。これだけでも義両親は驚いている。ちょっと出かけていて、今から帰るから。はあ？ふざけんなよ。お前また食卓に料理並べた状態で出て行っただろ。俺が前にこのことについて注意したの忘れたわけじゃないだろ。ごめんなさい。でも大事な用事があったから仕方がなかったのよ。私はあえていつものように振る舞った。夫は近くに義両親がいるなんて思いもせずに、私をいつものように罵倒した。冷めてる飯なんてありえないからさっさと帰ってきて作り直せ。この役立たずの主婦が。一番偉い俺に文句言うなよ。お前は俺に捨てられたら行き場所もない女なんだからな。そのようにひどい発言を繰り返す夫。それに我慢できなかった義父が口を開いた。のぞみさん、息子のことは捨てていいよ。え？驚いた声を出したのは私ではなく、電話口の夫だった。ちょっと待てよ。のぞみ、お前、今どこにいるんだ？あなたの実家よ。え？夫の声が急に小さくなる。すると義父が私のスピーカーに顔を近づけて話し出した。マサト、お前、何様のつもりだ？何が一番偉いだ？支えてくれる主婦がいるからお前は外に働きに出られるんだろう。そんなこともわからないなんて恥を知れ。義父の怒声が響き渡る。夫は完全にビビっていたが、震えた声で言い返していた。でも母さんと父さんだって亭主関白な夫とそれを立てる妻みたいな感じだったじゃないか。すると義母が口を開いた。あなたにはそんな風に見えていたの？私はお父さんに全信頼を置いているから、お父さんが言うことを聞いてるだけよ。私の意思でお父さんに従っているの。怒鳴りつけて無理やり従うように言われたことなんてないわよ。勘違いしないでちょうだい。息子が女性を大事にできない男になっていたなんて悲しくて仕方がないわ。義母のきつい言葉に夫は押し黙ってしまった。そして義父は私に聞いてきた。のぞみさん、決めるのはあなただ。マサトと別れるかい？な、父さん、何言ってんだよ。俺は絶対に許可しないぞ。うるさい。お前は黙ってろ。私はのぞみさんに聞いてるんだ。義父が騒ぐ夫を黙らせる。私は深呼吸をした後、こう言った。あなた、お母さんたちに仕送りしてるって言ってたけど、お母さんたちはお金は一切もらっていないって言ってたわよ。一体あのお金、何に使ってるのかしら。
それは。夫はこの点についても触れられるとは思っていなかったようだ。話さないなら私が言ってあげようか。パチンコでしょ。なんでわかった？あ、驚いて自白するなんてバカね。でもこれではっきりしたわね。あなたは家族のことなんて考えずに自分の欲求を満たすことしか考えていないのよ。私はあなたにとっては都合のいい家政婦ってとこかしら。そういうわけじゃ。私はパチンコで遅くなった人のために夜中まで起きて晩ご飯を作り直す嫁になんてなりたくないわ。私と離婚してください。そんな。待ってくれよ。お前に捨てられたら誰が家事をやるんだよ。これに対してまた義父が怒った。いい加減にしろ。お前のそういう発言が結局は妻をそういう都合のいい相手にしか考えていないことの裏付けになってるんだ。お前みたいなやつは嫁をもらう資格なんてない。一刻も早くのぞみさんと離婚しろ。義父がものすごい剣幕で怒ったので電話越しに夫の日という声が聞こえてきた。その後義両親の協力もあり私と夫は離婚した。元夫にはモラハラによる慰謝料と養育費を請求。元夫はどうやら自分の通帳に入っていた貯金はギャンブルで使い果たしていたようで、義両親が肩代わりして私に慰謝料と養育費を支払ってくれた。そして義両親は元夫を実家に強制的に連れ帰り、給料も義両親が管理して、毎月義両親への借金の返済分を引き抜いて小遣いという形で元夫にお金を渡しているそうだ。そのため元夫はギャンブルに通うことができず、また家事の大変さを知るためだと義両親から全ての家事をするよう命じられているそうで、毎日大変な思いをしながら働いているそうだ。とりあえず義両親がまともな人で本当に良かったと思う。一方、私は実家に戻ってシングルマザーとして娘を育て始めた。私は会社員時代にかなり貯金をしていたので、元夫が共有口座のお金を下ろすようになっていた時に、投資家である父に投資について習って実際に投資を始めていた。今では一般の会社員よりも稼げるようになり、さらには家で息子との時間もたくさん作れているので、元夫と結婚していた時よりも幸せだ。義両親とはその後も定期的に息子と会わせてあげており、今はとても穏やかで平和な日々を過ごせている。これからも楽しく生きながら息子の成長を見守っていこうと思う。